こんにちは、おいしいものが食べたい、よしだよ。今日はこちらのね、ナスのごまソースかけっていうのを作るんですけども、これ実はね、こんなのが出てます、ディズニーからね、おうちご飯、公式レシピ集なんていうのがありましてね、この中にあった、ものの一つなんですけどもね、今日は、ちょっと、僕のアレンジを加えて、プラス醤油をね、薄口醤油なんですけど、ほんのちょっと垂らしてみました、味が引き締まると思います。ほんならいこみやか。はい、まず真っ先にね、やっておきたいのがこちら、クコの実。これをね、水につけて戻していきますよ。まあなくてもいいんですけどね、彩りがねちょっと可愛いですからね、これ。はい、次にやることがね、ナスの皮を剥いていきます。この部分ね、ガクの部分をちょっとこの包丁でぐるっとこう一周するとね、簡単に取れますので、こんな感じよ。これあのバスンってそのままいっちゃってもいいと思うんですけどもね、まあとりあえずは、こんな方法もありますよということでね、紹介したいと思います。で、ピーラーでね、簡単に皮を剥いていきましょう。はい、剥いたらすぐにね、水にさらしてください。はい、次にね、ラップを用意しまして、1本ずつくるんでいきます。このビタビタ濡れたままでいいですよ。軽くあのキュッと締めない方がいいですね。はい、こんな感じ。ではね、耐熱のお皿に乗っけて、レンチンしていきましょう。はい、レンジ加熱が終わりました。うん、大丈夫そうですね。これね、600ワットで今3分回したんですね。ではこのままね、自然に粗熱を取っていきますよ。はい、さっきのね、ナスは粗熱が取れたら、冷凍庫へ、冷凍庫じゃない、冷蔵庫へ入れて、きっちりと冷やしてください。でその冷やしてる間にね、ソースを作っていきましょう。意外とね、入れるもの少ないんですよ。まず練りごまですね。はい、そこへ、おろしにんにく、そして、塩ですね。最後に、ごま油。ここにね、水を少しずつ入れていきます。一度に入れるとね、多分ちょっと混ざりにくいと思うんですね。はい、じゃあね、ちょっと味見てみますね。うん、あ、ごま美味しいですね、これね。はい、じゃあこれでソースも完成しました。はい、ね、ちょっと気持ちね、つぶつぶが気になったので、この茶こしを使ってね、こしていきましょう。
はい、とっても滑らかな、このソースが完成しました。はい、冷蔵庫で冷やしてきた、このナスですね、これを、切っていきますよ。はい、ではね、これをお皿に盛り付けていきます。なんかちょっと一人で食べるには量が多いような気がしますね。はい、ではこれを仕上げていきます。はい、こんな感じですね。ナスのごまソースかけ完成です。はい、ではね、早速食べてみたいと思いますよ。いただきます。さあ、行くぞ。めっちゃめちゃうまい。うん、美味しいものを食べてる時って本当に幸せですよね。美味しかった。基本僕はね、野菜類っていうのはどうもね、酒のつまみになりにくいなと思ってたんですけど、これもう全然素晴らしいですよ。これもうビール好きの方だったらもう間違いなくビール余分にね2本は買っといてください。めちゃめちゃ美味しいです。ちょっと自分なりのアレンジをしてしまってですね、薄口醤油をほんの数滴垂らしたんですけどもね、これもまたね、ちょっと功を奏したって言いますか、最初に、オリジナルのままのソースを味見した時にね、なんかちょっとね輪郭が、ぼやけてるような気がしたんですね。もしかしたら僕の、測り方がちょっとルーズに測ったもんですから、そのせいだと思うんですけどもね、本場で食べた味とは全く、あれっていう感じになったもんですから、ちょっとね醤油を垂らしてみました。これまたねめちゃめちゃ美味しかったですよ。はい、いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。バイバイ。